パスガードフィットネス始まるよ。はい、こんにちは。こんにちは。パスガードフィットネスの白木山本大志です。山口です。山口さん、はい、ついに来ましたよ。来た。はい、来た来た。あれが来ました。何？特組。特組開催決定でございます。お待たせしました。はい、春と言っていたのにもう夏の香りがする頃になってしまいましたね。はい、日程は6月25日日曜日ですね。はい、開催。そしてなんとなんとあのチームが出ちゃいます。ああ、あの例の、はい、大三元が、はい、すいません、大三元ボケも拾ってくれない。はいはいはい、はい、ディープハーフクラブが出ます、はい、ということで、まあ、はい、これはですね、まあ王者がついに出るということで。ついに出る、うん、ついに出る。前回も出たね。前回も出てるね。はい、あの2大会連続だね。2大会連続で出てくださるということですので、はい、誰かディープハーフクラブを倒す、そうですね、チームが出てほしいなと思います、ね。この前のあのね、全日本オープンでしたけど、はいはいはい、もう活躍されてますもんね、皆さん。皆さんのね、ね、はい、すごい、飛ぶ鳥を落とす勢いですからね。はいはい。ちょっと知ってるアピール。いや、あの、ちょっとたまには言葉を、ね、知ってるアピールしてみようかなと思いました。まさに飛ぶ鳥落とす勢いの、はい、あの DH が。DH。はい。そうですね。ドホルンリンク。はい。そんな感じでございますので、はい、また詳細の方は。そうですね。そうですね。発表していきますね。まあ基本的には前回そんな変わんないですよね。変わんないですね。あ、でもあれだけ言ったじゃないですか、あのチームの。あ、そうですね。スタート的なので、組み準備する。そうですね。あの合計体重は225キロ。これ前回と変わりません。はい、で、前回がエキスパートとビギナーっていう区分で分かれてたんですけども、はいはい、あのエキスパートの区分に関して言うと、前回はエキスパートはあの前後日 OK ですよ。もう希望、はいはいはい、逆にビギナーが白、青、紫限定だったんですよ、はい、で今回はそこをちょっと変えてビギナーが白、青のみにして、はい、まあ、エキスパート前回と同じように、まあ、多分白帯でもいや自信あるぜっていう方は全然エキスパートでも構いませんし、はい、っていう形に変更しました、はい、なので、前回見ててやっぱりこうビギナーに紫の方がいると結構いっちゃうなみたいな、ね、ありましたね。あったんで紫が無双するっていうね。そうそうそう、白青、はいはい、なんで今回は白青だけなんでより参加しやすくなるんじゃないかなと。そう、よりね、はい、あの試合に出やすくなります。はい、はい、そうですね。なのでぜひ、そうですね、この機会に特組、はい、よろしくお願いします。お願いします。